優しいもの来たのです。その感染状況についての目安を示すというか、感染状況についての目安を示すとかですね、そういうお話がありましたけれども、その、一つになるのは、状況プラスあと、これまで県がですね、検査を拡充するという話も、検査について拡充するという話をされていると思いますけれども、そのあたり、何か、根拠となるようなですね、検査を示すための検査体制の拡充とかですね、そのあたりについては、現時点で何か考えていらっしゃるんでしょうか。その指標とはですね、直接的にリンクするものではないですけども、検査体制というのは、やはり早期に、抑え込みを図るというためには必要なものだというふうに考えていますので、これまで年度内に2400件というふうに、申し上げてきてますけれども、それをかなり前倒しをして、最終的な着地点もですね、5000件を超えるレベルで、できるんじゃないかというふうに考えているところです。管理はその2400件を5000件と規模倍増するという形になると思うんですけども、はい、これまでその現状から2400件という PCR の検査の体制を拡充するのはなかなかハードルが高いのではないかと思っていたんですが、その一気に倍増できるというのはですね、何らかのそういった目処というかですね、協力機関があるだとか、そういったのが体制があるんでしょうか。はい、これについてはですね、ずっと何て言いますか、県で補助などもしながらですね、各医療機関などに整備をお願いしているところなんですけども、その機器の調達のですね、見込みだとか、そういうものを、今追いかけているというかですね、チェックをしているところです。で、今のところですね、年末までに2800件で、これは県外のものを入れてませんので、県外の検査機関を含めるとこの時点で5100件ぐらいで、年度末には県内だけで3400件、これは県外も含めると5700件になりますけれども、そういう調達ができるということがですね、見込みとして今出てきているということであります。インフルが増える、11月の末頃までにはですね、県外を含めると4000件を超えるぐらいの検査能力が確保できるかなというふうに思います。ごめんなさい、あと1点この短く、これはこの8月にある唾液の、検定採取というのがあったからということになるんでしょうか。それももちろん関わってきます。要するに検体取るのがコンプレゼントなので、検体取るプロセスが簡単になるというのは非常に重要なことですね。ただ今申し上げているのは検査ですから PCR の、この能力というか台数とかそこのお話ですので、それでも拡大しているというです、ね、ただその前段になる検体採取が届けなくなったらこれできませんから、そこももちろん必要なボトルネック解消にはなっています。関連質問いかがでしょうか。中国新聞の宮下といいます。最初の患者からの質問に対する回答の中であったんですが、行動制限を伴う前に県独自の目安を示されるということで、その後にご発言の中でその行動制限に関して全国の状況を考えて個人に判断するとおっしゃったんですが、これそれぞれ別のものと考えて、あくまでも県独自でその警戒をいただくような目安を示すというのがあって、それとは別にもしいざ行動制限をしなければならないような状況になるときには、その国が示されているわけとかの地図を考えて当時判断という理解です。そうです。行動制限をかけるというレベル、これも国の示したものをそれを光に当てはめるということではなくて、総合的に考えていかなければいけないというふうに思ってますけれども、それは一つのやはり目安になるんだろうなというふうには考えています。ただそれはかなり感染状況でいえば高い状況なので、10万人あたり15人とかですね、高いレベルなので、それ
年にですね、まあ、より警戒を強める、そういうものを我々として、出したいと考えている。ですから、それは別のものです。見てるものは、今日、被るものはあると思います。国の示している項目を言った一つになるわけではなくて、現続で選んでいくというものもあるけれども、この中から。はい、はい、はい。大質問になるんですが、ちょっとイメージがなかなかわからないんですけど、例えば天気予報のようにコロナ注意報とかコロナ警報とかそういう独自のものを行動制限を伴う前に出していくというイメージ。そうです。はい。ただ単に注意報って言ってもあれだと思うので、とにかく対策についてもですね、より強化したものを合わせて、考えたいと思います。毎日号に移ります。他に質問があったらお願いします。広島テレビの松岡と申します。旧陸軍被服支庁についてなんですけど、まあ、先月末に自民党の有志の議員の方が、まあ、県に関して起こされたりですとか、まあ、8月5日6日には富山市議会だったりですとか加藤大臣が視察に訪れられて、まあ、いろいろな動きが国を含めて出てきているところなんですけど、湯崎知事の現段階のお考えですよね、まあ、今後の進め方も含めてどのようにしていくべきかというふうにお考えでしょうか。現段階の考えというかですね、現在今この保存利活用の作品についても検討してまして、で、まあ、特にですね、なんて言いますか、この、まあ、今年のこの、補強のためのですね、まあ、調査を行っていますね。ちょっとごめんなさい、名前がちょっと名称がすぐに出てこないんですけど、その調査を行ってますので、その調査を踏まえて、で、どうするかっていうのをきちんと考えるということが必要なので、まあ、現時点で私として何かこういう方針だとか、ああいう方針だとかっていうことを決めているわけではないということですね。まあ、あえて言えば、今のような、追加調査をしてますので、それの結果を踏まえつつ、市、それから国とも議論して、そして実は利活用の方向についてもですね、幅広い分野からご意見を伺うつもりだったんですが、このなかなかこのコロナの関係ですね、お伺いするこののが難しいということがあって、で、まあ、今その議論を、まあ、6月以降はですね、まあ、行動移動制限なんかも解除されましたから始めているところでありますので、まあ、そういったことを踏まえて決めていきたいと、まあ、タイミング的にはですね、この来年度の予算スケジュールに間に合うように考えていきたいというところはまあ変わっていないと、そうなると利活用の具体的な検討というのは一つのポイントになってこようかと思うんですけど、まあ、今コロナの関係で難しかったというふうにおっしゃいましたけど、具体的にどのようなスケジュール感で、どのような体制で検討を進めたいかというお考えありますでしょうか。はい、これは、まあ、いろんな分野からご意見を聞く必要があるというふうに考えてますので、まだすいません、正直ですね、その具体的な検討の進め方というのを議論しているところです。まあ、したがって具体的にこういう形でということはないんですけども、まあ、もう一つはですね、やっぱり安全の確保というのが非常に喫緊の課題だと思っていますので、利活用については場合によってはですね、時間をかけても考えていくということがあるかもしれませんが、まあ、まずはやはり安全確保のために何をするのかということをですね、
すみません、念のため確認なんですけど、要はそれは理科生に関しては年度内にその来年度の予算措置をするまでに ある程度方向性を出す必要はないというふうにお考えていただけるでしょうか。場合によってはですね、はい、まあ、いろいろご意見